はい。話し方教室。6回目の授業が終わったので、それのアウトプットをしていきます。3つのポイントでお話をします。1つ目は聞き方ですね。そして2つ目はありのままの自分を表現する。そして3つ目は、まあ、好きを伝えるということですね。まず、聞き方からですね。えー、とですね。相手が話しているときに、私が私なら私だってみたいですね。私大合唱が始まってしまうわけですね。その時点で相手の話を聞けていないということですね。そうではなく なくてですね、無が、えー、自分をなくした状態で、えー、相手の話を聞くということですね。えー、まあ私なら私大合唱が浮かんできた時点で相手の話は聞けてないわけですから、えー、私がって浮かんできたら、まあ、それと戦うんじゃなくてですねこう流れる雲が、えー、流れていくような感じで、えーまあ、その流れていくのをぼんやりますみたいなそんな感じですかね。えーまあ、聞く プロセスが分かるとですね、相手にどう伝えればいいかが分かってくる。まあ、聞く力イコール話す力でもある。聞く力が高まると話す力も高まるというふうにおっしゃってました。そして二つ目のポイントですね。ありのままの自分を表現する。好かれる自分を取り作ろうということを、これまあ、親子でもよくあることなんですけれども、 そうではなくてですね、自分がありのままを伝えて表現すると相手もありのままの自分を伝えてくれるようになるっていうそういうお話でした。そして三つ目、好きを伝えるですね。好きを伝えることに関してですね、こう悪いなって思っている人はですね、自分の好きなことを話したって悪いなと思っていることは人は自分に許可ができていないと。 で相手が話してるのを見て好きなことを話してるのを見てあキラキラしてるないや素晴らしいなっていうふうに思うかどうかっていうことですね。 えー、そしてですね、えー、話す目的を明確にする、相手にどうなってほしいのか、まあ、自分が、まあ、プ,ロ野球プロ野球が好きだったら、えー、相手がプロ野球が好きになってもらうようにこう好きなことを話していくということですね。で話の工程として、まずつかみ、えー、冒頭にですね、えー、インパクトにあることを持ってくると、ぎゅっとこう集中が高まるということですね。まあ親戚まあ、その方が話していたのは え、まあ、生徒さんの中で、え、まあ、え、それを表現してた人がいるんですけど、え、まあ、親戚が、まあ、プロ野球選手なんですっていう冒頭から入っていたことで、まあ、がっちり掴んだということですね。え、そして結論は言わない。まあ、ほとんどの人はもう結論を、プロ野球素晴らしいから好きになってくださいみたいな結論を自分じゃなく、自分で言うのではなくて、え、具体例を言うと。まあ、プロ野球の戦略、まあ、バントとか盗塁とかね、そういったね、戦略を練るのが、 仕事にも通じることがあるんですよ、みたいなですね。具体例を話すことで、えー、結論を言うのではなくて、えー、結論は相手の頭に浮かばせるということが、えー、大事ということでした。えー、6回目の授業、えー、1つ目は聞き方、えー、2つ目はありのままの自分を表現する3つ目、えー、自分の好きを伝えるということでお話をしました。はい、えー、6回目の授業、振り返り、えー、以上です。